まず指数の見方ですけれど、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。20マール打ちました7番の馬から説明していきます。金相は黄色線上の指数を連続してマークしています。連帯比較は十分です。距離適性を見ていきます。紫の丸が距離になります。今回は1004です。指数のピークは1003でも1004でもどちらでも、指数のピークがあります。昨年の秋から冬にかけては1003から1004で指数を上げるということを連続していました。まあ、1004が適距離だと思います。展開面を見ておきます。一角通過順位はオレンジ色の四角になります。後方からの、競馬で個指数を出しています。上がり指数を見ておくと、上がり指数は、青色の白抜き丸になります。非常に高い上がり指数をどのレースでもマークしています。差し足がしっかりしたタイプと言えると思います。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角進入予想図ですが、逃げ馬が2頭、先行タイプが4頭ということで、ミドルペースだと思われます。先行力で相当しますと、この馬の先行力は下から2番目ということで、まあ、ここも当然後ろからの競馬になりそうです。1着になるには前の馬が止まる展開乗りが必要だと思われます。丸を打ったのは12番の馬です。まあ、金相は優秀な指数を3走、マークいたしました。まあ、能力は20マイル打ちました7番より上かと思われます。距離を見ていきます。1004でも1003でも指数のピークがありますので、今回距離延長は問題ないと思われます。展開面です。中段からの競馬で高い指数を出しています。上がり指数を見ていくと、まあ、高い指数、上がり指数持っておりますが、20まで打ちました7番よりは低く、上がり勝負ではちょっと7番には一歩を取りそうだと思います。先行力に戻りますと、この馬の先行力は3番手です。中段に構えて、7番より早めにスパートでこちらに利があるというふうに思います。黒三角打ったのは2番です。前走と5走前に黄色線を上回る指数をマークしました。距離の方ですけれど、距離は、指数のピークはいずれも1004ということで問題ないと思います。展開面ですが、4番手、5番手につけると高指数を出しています。先行力で言いますと、先行力はこの馬、9番手ということで、ちょっとこの馬、好位につけられる可能性は低そうです。後ろからの競馬になると、ちょっと上がり指数が足らないというふうに思われます。その他の馬も見ておきます。白三角打ったのは9番の馬です。5走前、6走前、7走前と黄色線を上回りました。能力的には上位3頭と同等だと思います。この馬先行力がトップです。なので、好位につけて押し切る可能性もあると思います。×を打ったのは6番です。当時では6戦前に黄色線を上回りました。園田では黄色線を連続して上回っていますので、能力的にはこの馬も上位です。能力偏差値を見ていきます。A ランクは20丸の7番1等です。展開面でリスクがあり、評価を1つ落としましょう。B ランクが3等、D ランクではありますが、バツを打ちました6番。
これも含めてここまで横一線だと思います。